はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説、リンの街ですね。で、すでに2つダンジョンをクリアしましたので、今回は残り1つ、最後右の、ダンジョンに行きたいと思います。これが光がどうちゃらで闇がどうちゃらみたいなダンジョンだったよね。真実の瞳があれば、火山で手に入れた真実の瞳があれば問題ない。あ、サーベルがそろそろなくなんな、弓もなくなんな。あ、間違えちゃった。あ、間違えてねえや。そう、早くしようと思った。連携使っちゃったかなって思ったけど。敵は残り2体か。ミスリルソードとブリザード使って、こう、ブリザードよく覚えるね。さすがにもうミスリルの弓は、1セントに1回しか使いたくない。あがらん。まあでも大丈夫か。山の神もそんなに苦戦したわけじゃなかったからね。まあある程度モンスターは。おっと、ここはいっぱいいるな。でも見えねえし、そもそも。トレジャーポイント。宝箱。さすがにこの宝箱は爆発しないよね。で、洞窟。なんか真実の瞳が装備しっぱなしじゃないと見えないとか、そういうのではないよね。よく見える。よく見えるって言っても、まあすごいよく見えるわけじゃない。やっぱ眩しいな。あ、宝箱見えるわ。いや、それはいいな。ここは無理か。無理だ。大目玉。け、不意打ちとか、マジか。いや、これ不意打ちきついぞ。めっちゃも切ってるし。ゴア3人。逃げよう、初めて逃げよう。え、ガラクタにさ、回ってこないとダメなの。け、金落としやがった。そういうシステムが初めて知った。あ、で、一瞬は無敵になってるから、その間に敵から抜けられると。これなんかさ、滑る感じがするけど全然滑ってないから。で、ちょっとマップアビリティのトラップ解除かけよう。一応ね。どう？ちょ待て。敵。目玉。目玉厄介だからな。ただやはり能力上げのためには、一体一体攻撃をしたい。サーベル、体当たりは無理でしょ？ミスリルも倒せるでしょ？オッケー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 。で、まひってしまった。じゃあブリザードでいくか。ブリザードクラザーもったいないよね、さすがに。いけ、よし。ダメだ。どう、これなんかあるよ。トラップを解除した。これさ、絶対さ、ちょっと待ってね。今のが罠の宝箱だったのかどうかっていうのが全然わかんない。レイブンとかなんか新しくない？ちょっとサブマシンガンで倒そう。ブリザード使うか、カメは。で、そんなに硬くないわ。最大ヒットポイント、霊気。霊気はあれか、多分全体攻撃だよね。で、これやるでしょ。ん？あ、やっぱりあれか、今の罠だったのか。ピヨーンっていうのが発動しなかったからね。ちょっともう一個宝箱で検証したい。どっちだ、先が見えん。宝箱どう？多分トラップなさそうだな。ミスリル、弓、サーベル、レイキはもったいない。ブリザード、肉、どうしよう。カメの肉、クオ。
お、目玉の編集。ちょっとこれ期待できた。タレイヤ。アクション。大丈夫だ。巨人の固定。なるほど、やっぱり、あれか、じゃあ、トラップがあるやつだけだな。で、ミスリルの固定か、巨人の固定かって言ったら、よし、力も上がるね。あと、銃も上がるのかよ、力。巨人系すごくない？そういえばさ、巨人系のアイテムさ、巨人の街に売ってたけどさ、全く買ってないよね。高すぎて手が出せなかったから。戻って買いに行くっていうのもあれだな。力めちゃくちゃ上がりそうだし。ちょっとここは、チェーンさせよう。OK。目玉はガチで厄介だから先に排除する。サーベルがもうなくなんな。で、ブリザードでグール。破壊光線。1体か、ちょっとデュランダールにやってみよう。キャープリザードじゃ倒せないか。マシンガンも残ったな。破壊光線強いんだか弱いんだかよくわかんない。マヒニラミがちょっと怖い。やっぱりマヒ詰め。こいつらもマヒ使ってくるのか。グール、うわ、ペットもマヒった。マシンガンでとりあえずグールだな。でブリザードで、じゃあこっち、これで一掃できるでしょう。魔力よし。いやー、破壊光線どうだろうな。ちょっとそこまですごいって感じではない。またメデューサ。あれ、これ外出ちゃうけど終わり。いや、まだあるな。左に宝箱かわした。トラップ解除。大丈夫。サンダーの書。書はね、もう売るね、完全に。金にする。あっち側にもなんかありそうだけど、なんかあの点は何だろう。ちょっとあの点を見る。ただの柱やんけ。なんでもなかった。で、5回。いや、もうほぼほぼマップ見ながら動いてるんで、画面見てるっていうよりは。なんでこんなとこにあんの。トラップ解除ない。ライトサーベル、あ、そういえばもうサーベルがないって言ってたよね。で、ライトサーベル、ライトサーベル今手に入れたやつと違うよね。そう、だからライトサーベルにしよう。サーベルよりは全然強いでしょう。ちょっと近いな。げ、全然気づかない。後ろ向いてるから。これ真実の目持ってなくてもさ、マップが分かればクリアできるのかな。めちゃくちゃ迷いそうだけどね。ちょっと入り組んでる。上に発掘ポイントがあるんで、あれを回収しよう。マップアビリティ変えて発掘に、でビヨってやって、で開けて、金か金か、まあ、金は必要だからね。ただで常にトラップ解除にしよう。秘宝探知とかは正直いらないよね。もうイベントで勝手に手に入っていくから。グリフォンライブオーク、グリフォンサブマシンガンで一掃してライトサーベルの力を見よう。ミスリル、ミスリルはこっち。あ、ケアルがある。これなんか、種族やっぱ違うね、ちょっと。一個違うのか。毒の牙か、尻尾か、尻尾。サブマシンか。で、とりあえずこいつは倒せる。ライトサーベル268。ちょっとわかんねえ。サーベルいくつくらい当たってたっけ。で、ミスリルソードのブリザード。尻尾の方が早い。まあ、結構装備でもパラメータ補強されていくからね。素のパラメータ今どうなんだろう。宝箱。大丈夫だよね。恨みの剣。なんかやばそう。自分にもダメージが返ってくるのかな。
おう、かわせなかった。いっぱいいる。サーブマシンガン、ライトサーベル、サーベルタイガーか。ブリーザード、いや冷気使おう。ちょっとガードされた。やっぱりやはりな、こいつ倒せなかったな。そのために冷気を使っておいた。サーベルタイガー4体、大丈夫。2本の牙、牙ぶっ壊れてんじゃん。メカに攻撃して、でブリザードでデュランダール。いや強い、力が強いからね、ミカビックスちゃんは。で何もしないの、やっぱり盾も使って防御上げる。防御はね、防具でどんどん補強できるんだけど、ペット変えよう。基礎防御力も上げておきたいかな。回復か、多分防御はねそこまで上がりづらいと思うんだよね。で左に宝箱、いやこれ先に奇跡の羅針盤手に入れといてよかったわ、楽だ。あれ秘宝じゃねえかよ、よく見たら。チェインする、追っかけられてチェインゲー。超いっぱいいるけど先制攻撃か、これは美味しいな。サブマシンガン、ライトサーベルで8体もいいの。ちょっとブリザード、いや待って冷気とないと、だこういう時にあれなんだよね、複数攻撃があると楽なんだけど。でこれでとりあえず一掃できたでしょ。で馬もサブマシンガンで倒す。でサーベルタイガーとかはこんな感じでいいか。さすがに馬早えな。愛人ブリザード、でガラクタが遅い。で残りは1体、んミスリル装備、いやライトサーベルの数が多いから、ミスリルの弓。どう何もわからん、こんなに頑張ってんのに。だ何にも考えないと多分全然上がんないと思うんだよね、能力が。ただ敵を倒すことだけに専念してると。でこういうのはさすがにもう罠かかってないっしょ。えなんだ、幻惑の子ステルス、あー良さそう。まあ良さそうだけど、やっぱりステータスアップのためにはそこそこ敵と戦いたいからね。ちょっとこれは両方気づかれてる、行こう。超いっぱいいるんだ、もう何だの。サブマシンガンが減ってきたんだ。レイヴンはねサブマシンガンで一掃できるんだよね。カメでブリザードにするか。メデューサ、やべえ大僕が弱すぎる。愛人ブリザード、よし倒せるやつもいたけど倒せないやつもいた。いや暗闇になった。尻尾がそこそこ食らうな。メデューサはもう虫の息だから、じゃあ毒にもなったの。愛人ちゃんちょっと少ない。プテラノドンはサブマシンガンで倒して、ミスリルソード、ケアルを使うか自分に。あこいつもケアル使えるじゃん。ちょっとミカミックスも使おう。500、え一人外した、もしかして。危ねえ、赤血並みが怖いんだよ。だからいや一応回復はあるけど、プテラノドン かなり回避されたな。待ってね、そうするとミスリルの弓で倒して、ミスリルソード使ってブリザードで一掃して、ケアルじゃないとこ、でブリザードで倒せる。最大ヒットポイント、よし魔力、いいねいいね。亀の肉食べよう。ちょっとライブオークは弱い。お化け
ケアル継承した。お化けってでもなんか魔法って4000円も持ってたんだけど、敵の数が多かったから。でこれも秘宝魔力の魔人で、あ、そうか、ステルスか、さっき手に入れたやつは。待って、目薬、そうだね、なってるね、暗闇に。で星屑の杖をちょっと使ってみよう。おお、これいいじゃん、万能だよ。あと星屑の杖が売られてるかどうか、売られてなかったらちょっと考えて使わないとね。いやでも30個あれば大丈夫でしょうって思うんだけど。ブリザードドレインタッチスリプル系あるか、いや微妙。どうだ、ドレインタッチ185、まあ、回復しながらでも戦えるっていうのを考えるとなかなかいいかもしれない。ミスリルで、ちょっとミスリルの弓を使う。でドレインタッチ、ドレインタッチがガードされるかと。ガードされるのかよ、タッチだからタッチすれば大丈夫なんじゃないの。攻撃したのがドレインタッチしかないから変えよう。お化けもベビードラゴン、え、炎使えそう。しかも変異種だしね。ちょっと試し切りしよう、こいつで。いっぱいいる。でレイブンはだからサブマシンガンで一掃できる。でライトサーベルでグリフォンか、プテラノド。グリフォンって飛んでないんだ。でブリザード、炎あるねやっぱり。で鍵爪と銀牙、あ、良さそうだな。ちょっと炎がどれくらい火力出るか試してみよう。ただしちょっと速度は遅いか。168当たればまあまあまあ十分でしょう。じゃあまた例によって一体ずつ倒していこう。あ、鍵爪もまあまあだな。最大ヒットポイント、よしよしよし、いいね。結構強くなったんじゃない。でアビリティを変えて発掘、発掘は大丈夫、罠はかけられてないはず。もうそのまま行くよ。チェーンソー、よし、まあ、使うかって言ったら多分使わないと思うけど。これで終わりか、ここは。で発掘ポイントとかもあるわけではないので、ちょっとこのまま敵はなるべく回避しつつ、アポロンのところへ行ってみる。とりあえず全部手に入れたから、秘宝は。ここにはもう秘宝はないよみたいな、さすがだね君たちって言ってきたら次の街へ行こう。別にリンのイベントも何もないし、とりあえずアポロンの元へ。あれ、アポロンがいねえ。なんだアポロンの像、どうでもいい。あ、いなくなってる。じゃあもういいのかな。ちょっとバイトに話しかけよう。まずアポロン様は出かけているためここにはおりません。あ、じゃあもういいのか、次の世界行きますか。では天の柱、どっから来たっけ、ま、構造は一緒だから。来ました。で出まして、え、ちょ逆かな、どっから来たっけ本当に。こっち行くと、え、いやなんかわかんねえ、久々で。どっから来てどこへ行けばいいんだか。ここ降りるとどこに行く。巨人の町だ。
巨人の街で買い物したい気もするけど、6万6000円か、結構あるな。次の街行こう。ちょっと次の街行って何言ってるか、もうだけ毎回そんなパターンだよね。ただここは戻ってきちゃってるから、ビヨーンと来てこっちに行って、ドア的なものがマジで欲しい。世界の行き来がめんどくさい。その世界の行き来っていうのが佐賀の醍醐味ではあるんだろうけど、でこっちへ行けばいいんだ。だからでここ、よし、 OKOKOK、 扉が開く。で新しい方、でここへ降りればいいのか。さあ外へ出よう。ガーディアンの街、あ、もうこのイベントか。敵と戦ってみよう。毒ミミズ、ちょっと一体ずつ倒そう。ライトサーベル、ミスリル、カギ爪、まだいけんな。まだ一発できる。160じゃ死なないのか。まひった。魔力も飽きたか。ブリザード使って、こいつも何もしないでいいやん。何、魔法一発じゃ倒せ。やっぱ魔力が低いんだ。魔力上げてー。上がらない。ハックスポイント、ハックスポイントはじゃあ行きますか。ちょっと待って、お化けが追っかけてきてる。げ、本当にお化けだ。マシンガン効くかな。ブリザード炎使おう。うわ、寝たー。ドレインタッチ、しかも強い。回復してマシンガン肉。いや、ペットはな、今ちょっとこれでいい。炎を覚えてるのがやっぱりかなりでかい。でトレジャーポイントで発掘して宝箱、ギャー、出た持ち物がいっぱい。いらないやつ結構手に入れたね。あ、カウンターの剣か。力の元とか月うさぎとか預けたいな。ハイポーション使うか。ダメだ、やっぱ1個余る。でバッチでちょっとアイテムを整理して、電撃ムチ、電撃ムチってどうなの、力だったよね。あ、でも麻痺させられんのかな。また発掘ポイントがあんな、まあ、ハイポーションもう1個あったよね。最悪それを捨てればいいや。中身が何だか分かんないからね。そう、例えばエリクサーが入っていたけど持てなかったみたいな感じだとさ、そう、中身を見てゲない、ハイポーションなかったもん。まあいっか、これ多分残ってるよね。取らなければ消えることはないと思うんで、ちょっと街に行ってアイテムを整理して、あのアイテムをゲットしよう。ガーディアンの街、なんかセーブ風だね。武器屋、電撃ムチ、打撃か、火縄銃、ミスリルライト、実手、打撃、力6。これどうなの、だってさ、ミスリルソードが力11だよ。で、実手なんて力6だよ。同じ値段なのに。あ、手榴弾。これいいね。手榴弾持っときたいな。これグループだよね。実手も別にだって敵単体だしね。サブマシンガンから実手に切り替え、実手じゃねえや、手榴弾に切り替えるか。で、投げ銭。弓攻撃85って弱くない？え？弓攻撃80って弱いよね。ミスリルの弓より弱いはず。だって370あるもん。めちゃ強えよ、ミスリルの弓。じゃあ、ちょっとまず売ろう。電撃ムチいらないな、じゃあ。
電撃ムチ打っちゃおう。ミスリルの古典を打っちゃうか。サンダーの書もいらない。電撃ムチいらない。ナイトサーベット、恨みの剣もいらねえや。チェイソーもいらねえ。よし。で、手榴弾は買っておこう。手榴弾くらいかな。意外に金が貯まってきた。で、マシンガンを手榴弾に変える。350、250、そうだよね。手榴弾の方がいいな。で、重攻撃187のロケットパンチ。ロケットパンチって結局なんだ、力か。ちょっと外そう一回。あ、力だね。力なんてなくたっていいんだよな。素早さに特化させれば。あ、メカだと強くなるとか、それ10点なんてあるわけないよな。いやー、なんだ、ひなは10。じゃあひなは10入れとくか。単体は結局ミスリル使ってるからな。いや、でもミスリルの弓よりは銃攻撃400か。銃って素早さ上がんの？上がんなそう。まあいっか。ちょっとガラクタ足止めとか減っちゃってるから、ひなは10使おう。14365。よし、 OKOKOK、 悪くない。めちゃくちゃ防御に特化してんな。愛人のミスリルの弓があと4つでしょ。ライトサーベルが1個あるはず。よし、じゃあ武器はこんなもので。で、発掘をしておいて、世界樹の葉、なんだ、生き返らせられるのか。生き返るとかないしね。ガーディアンの秘密基地があるに違いないが、こいつはなんだ、スパイか、敵勢力か。エルフェスの靴売ってるし、普通にマジか。ミスリルアーマー、いや、ミスリルアーマーだったら巨人でいいんじゃないかと思う。ちょっと巨人買いに行こう。いや、それをちょっと動画で流すと長くなっちゃうから、一旦例によって寝て預けて、で次ガーディアンの街から始めていこう。金塊は売ろうだから、そこでこれいらない。マシンガンも売ろう、1個しかないけど。20円とかね。ロケットパンチも売ろう。世界樹の葉、霊薬の材料。よし、こんなもんだな。で、寝て、じゃあちょっと巨人シリーズの金が余ってるんで、防具を揃えて次回ガーディアンの街をやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。